お疲れ様です。お疲れ様です。10月の、特別大会の発表です。はい。はい。毎回恒例のやつ。ほう。診断の発売記念大会になります。はい。はい。今回は、デイキングマックスですね。うん、発売が10月の21。はい、土曜日ですね。で、うん、次の日の日曜日です。はい。はい。4時から、2時から小学生大会があるんで、うん、その後の、4時から大会をやります。はい。はい。で、いつも通り、お買い物してもらって参加。パックがちょうど多分500円だと思うんで。確かに。まあ、パック買ってもらったらちょうど出れるんじゃないかなと。おー、いいね、いいね、いいね。いう感じです。はいよ。はい。で、診断のカードから、今回はですね、最低4枚とします。ほう。4枚、はい、?4 枚でいいの?ちょっと何入ってるかわかんないんで。はい、はいはいはい。見てる感じ結構奇抜な感じがするので。うんうんうん。まあ、今回は、4枚だけとします。わ、はい、かりました。はい、まあ、なんで、まあ、適当にぶち込んでもらって、大会出てもらえればいいかなと。はい。診断のカードでも新規カードだけだからね。あ、そうですね。うん。再販も多いだろうからさ。そうですね。最新の、カードを4枚。はい。という形です、はい。で、書いてありますが、対戦の、内容というか、うん、まあ、デッキ内容で、こっちが参考になるなと思った人を、うん、まあ、なんで動画にする。表彰したいなと。あ、表彰する。うん、うん。考えてますので。オッケー。まあ、そうですね。まあ、何にもなければ普通に勝ち負けで。うんうんうん、まあまあ、うん、まあまあみんなそんな感じだよねって僕がなっちゃったら、うん、普通に優勝した人に渡すと。で、そうか、大会の中で、うん、あ、これ面白いですねって僕がなったら、うんうんうん、その人に商品を渡すという。わかりました。完全に僕の気分次第なんですけど、はい、そんな商品も一応用意してます。はい。という大会です。じゃあもう別に4枚とは言わず、どん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 新しいカードを入れて、ギミック満載でもいいんじゃないかと。そうですね。その方が、うん、まあ僕は見てて面白いかなと思います。わかりました。はい。すべて選考基準は僕です。はいよ。はい。ちなみにこの、デイキングマックス2023って、新カード発表になってんの?あ、ちょくちょく出てます。あ、そう。一応コンセプトが、なんか昔の、うん、これ GP、今1から10ぐらいまでやってるんですけど、はい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 、あの時の、うん、優勝した時に入ってたデッキのキーカードを合体させたカードみたいのが入ってる。あ、そうなんだ。あと昔の禁止カードのリメイク。あ、なんか、まあ、お祭りパックらしいな。あ、そうなんですね。感じですね。じゃあパック自体も人気ありそうな感じ。そうですね、今年も。まあ、ただ、毎夜まだそんなにたくさん、多分結構種類あると思うんですけど、はいはいはい、あんまり分かってないんで。毎回種類多いよな。そうなんですよ。うん、まだ全然分かってないっちゃ分かってないですね。分かりました。じゃあそのぜひびっくりするような新規カードと新ギミックで大会に参加してください。そうですね、はい、はい、お願いします。じゃあ10月22日日曜日です。はい、はい、じゃあディエキングマックスよろしくお願いします。ありがとうございます。